ゆくきん TV エビデイイーハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは北陸のソウルフード八番ラーメン、野菜ラーメン塩味。まあそんなに塩ラーメンも好きでもないし、野菜ラーメンも好きでもないけど、まあさっぱりしたものが食べたい今気分ではあるのと、なんか美味しそうな気はした。スープがよく絡むチヂレ太麺。タイにすごいいっぱい店舗あるんだって。聞いたことはなかったな、北陸のソウルフード。車屋ラーメンはね、静岡にあるけど、八番ラーメン、タイ、ベトナム、香港、日本、どんなんかな。うん、おいしい。意外。うん、なるほどね。うん、胡椒いるな。胡椒少々。塩ラーメンには胡椒、醤油、味噌には一味七味、そう決めております。豚骨にもね、熊本の友達、ほぼ九州ラーメン、熊本ラーメン食ってる友達は絶対胡椒だっつってたけど、それでも僕は七味、一味方面入れたいタイプなんだよな。塩だけ胡椒派、そういうこと。行ってみましょう。うめえ。うん、体調がいいのかな、これがうめえのかな。スープと野菜と塩味、塩スープと塩スープに変えてる。胡椒がうめえ。うん、優しい味、美味しい。うん、今の体調に合ってんのかな。8番ほんま。元気でやってるかな。うん、そんなこの8番ラーメン、またコンビニ売ってたり北陸地方行った時に買うかどうか。二度、は買わない。まあ普通に全然美味しい。うん、美味しいよ。で、なんならあれかな、この同じカップ麺じゃなくさ、きっとおそらく北陸行ったら袋麺とかもあるんじゃない、もっと立派な。袋麺が立派って考え方も変だけど、そういうのあったらまた買っちゃうかもしれない。印象がいい、そういうことか。八番ラーメン美味しいという認識はついた。現地でそう、お店で食ってみたいな。北陸ってどこだ。北陸どこだ。東北地方じゃないわけでしょ。石川県とか富山県、わかんない。美味しい。こんな感じ。八番ほんま登録してね。